こんにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はノーザンルビーというジャガイモでモンブランを作ってみようと思います。材料です。ジャガイモ 200g、 牛乳 200ml、 ふるさと 50g、 ラム酒適宜、生クリーム 200ml、 ふるさと 15g です。ノーザンルビーというジャガイモです。ジャガイモですよ、これピンク。シャドークイーンという紫色のジャガイモをいただいて、私がとても面白がっていたら、今度はノーザンルビーというピンクのお芋をいただきました。綺麗。栗ではないですけれども、モンブランを作ってみようと思います。じゃがいもを切りながら毎回思います。丸ごと茹でた方が栄養分が 90% 残るのに、カットしたらもったいないと思うんですけれども、このまま茹でれば皮のギリギリまで食べられるのに、ちょっと今日は都合で皮を剥かせていただきます。もったいない。じゃがいも小さく切ります。はい、じゃがいもの準備ができました。そうしましたら、ここにお砂糖はふるさとです、牛乳が 200ml、 お芋が皮を剥いて約 200g です。それに対して牛乳が 200ml。それではこれを火にかけてまいります。牛乳とお砂糖とお芋を火にかけます。弱火でお芋が柔らかくなるまで煮ていきます。牛乳とお砂糖が入っていますので、大変焦げやすくなっていますから、一番弱い火にしてコトコト煮ていきます。生クリームをちょうど泡立てている間に、手で潰せるくらいの柔らかさになりましたので、火を止めます。火はついていません。お鍋を傾けて、スティックブレンダー、分量通りに作ったんですけれども、ちょっと緩いので、ちょうどいい硬さになるまで少し火を通して水分を飛ばします。同量で作るとこんなびちゃびちゃになっちゃうね。鍋底が見えるぐらい、このくらいでいいと思います。いい感じになってきました。うん、あ、このくらいでいいかもしれませんね。硬いと絞りにくいし、柔らかいとダラダラになっちゃうし、難しいですね。粗熱が取れたら裏ごしをしてまいります。ホイップクリームです。今日は植物性ですけれども、動物性の生クリームを使っていただいた方がお味はずっといいです。ふるさとです。角がペロンとお辞儀しますので、多分この状態は七分立てだと思います。スポンジの間に挟んだり、今日のようにモンブランの芯にしたいときはもうちょっと固めに立てます。あっという間にゴリゴリになって分離してしまうので、気をつけながらもう少し泡立てます。
もういいと思います。ラム酒を少し入れます。はい、終わり。生クリームができました。器にこし器をのせます。なんじゃない？じゃがいも？はい、マロンクリーム、じゃがいもクリームが出来上がりました。ピンクのお芋だったんですけれども、上品な渋皮を煮たような色になりました。お味はモンブランにしか思えません。今日使っていたこの裏ごし器はダイソーの裏ごし器です。馬の毛でできた、とっても上等な和菓子職人さんが特別に使うような裏ごし器があるそうです。今では手に入りにくいらしいです。ナナちゃん欲しいね。使い捨ての絞り袋にモンブランの口金です。2つ用意してみました。ちっちゃい方でまずやってみたいと思います。ちょっと硬さがわからないので半分だけ。生クリーム用です。口金は丸です。この間焼いたカップケーキです。ガムシロップです。ラム酒です。本当はね、シロップちゃんと作ればいいんですけれども、ケーキが温かいうちかシロップが温かいうちに塗るのがいいんですけれども、今日はもうちょっとごめんなさいしちゃいます。味に変化が欲しいなと思うので、オレンジピールを入れます。ピンクのモンブランがどうしても作りたいので、紅麹の色素を入れます。ピンクのを作ってみましたが、ちょっとだれちゃいましたね。お味はとっても美味しい。モンブランですってお出ししたら、そうかなってきっと思っていただけるんだと思います。ノーザンルビーというピンクのお芋の色が出なかったのはちょっと残念でした。奇跡的にお芋のペーストの硬さがちょうど良かったのでラッキーでした。子供の頃から慣れ親しんだカップケーキに乗っかっているモンブランを作ってみました。最後までご覧いただき嬉しいです。人生初のモンブラン、かなり緊張しました。次はシャドークイーンで紫色のモンブランを作ろうかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。